どうも、クーニーです。今日はグローブのオイルを紹介したいと思います。以前ですね、チャンネル登録いただいたユーザー様からこのオイルがいいよっていうのでおすすめされたものを買ってみました。それがこちらです。ちょっと分かりづらいですけども、ウィルソンのキープコンディショニングオイルということで、ウィルソンが出してる仕上がったグローブにおすすめ、重くならずに柔らかくならずに不可欠なオイル、高品質スクワラン配合っていうね、こちらの、コンディショニングオイルを買いました。まあグローブがね、オイル塗ったことで重くならないっていうのがねいいですし、かつ柔らかくもならないっていうものですね。だからもう結構使い込んだグローブでパサパサになってきたやつとか最適なんじゃないかなと思いまして、今日は前回紹介しましたこちらのナイキのピッチャー用岩隈モデルを、まあ、これカピカピなんでね、こいつにオイルを塗ってやりたいと思います。じゃあ塗りますよ。はい、まずこれを開けて、ちょっとはい、これ塗りますね。ちょっと僕使ってるんですけどね、はい、でスポンジも、ついてますので、このスポンジ、硬いところが持つところで柔らかいところが塗るところですので、これにこういう形でつけてね、塗っていきたいと思います。まずは補給面から塗っていきましょうかね。はい、はい、塗ってみました。こんな感じです。ちょっと塗りすぎなのかな。で、保湿感なんですけど、かなりしっとりしてますね。いい感じです。皮が生き返ったかのようですね。こんな感じで、補給面は塗りました。もう新品のようなツヤ感まで出て、もういい感じですね。それでは次はこの表で、ね、全然色が違う表の方も塗っていきたいと思います。どうですか、これすごく分かりやすいんじゃないですか。でも僕人差し指しか塗ってないんですけども、人差し指塗るとこんだけ色でもすでに分かるぐらい違いますね。これ全部塗っていきますね。はい、まあこんな感じかな。こんな感じでどうかなと思っているんですけれども、はい、いかがでしょうか。わお、すごいツヤですね。保湿するとこんなに、まあ、色ですらこんなに違いが出るという形になりましたよ。はい、という形で保湿をしてみました。完成形がこちらです。ウィルソンの、キープコンディショニングオイルというのを使いまして、グローブ全体を保湿してみました。ちょっとつけすぎ感があるんですけれども、まあ、ナイキの数年使って全く保湿してなかったグローブがここまで蘇りました。どうでしょうか。かなりなツヤツヤになりましたよ。若干も僕がちょっと若干ね、ムラができてるかもしれませんけれどもね、まあ、僕の塗り方のせいですので、で、まあ、少量つけて伸ばせばかなり伸びて保湿してくれますのでいい感じです。で、ウィルソンのこのキープコンディショニングオイルは僕アマゾンで買ったんですけども、確か3000円ぐらいだったと思いますので、ね、超高いわけではありません。ただオイルの中では比較的高い方ですので、皆さん購入はこの動画を検討してからお考えくださいませ。はい、こういう形ですね。はい、いいですかね。
ということで今日はウィルソンのキープコンディショニングオイルというね、グローブを保湿するオイルを紹介しました。グローブが重くなることもなく柔らかくなることもない保湿万能のクリームということ、グローブが重くなることもないですし、グローブが重くなることも柔らかくなることもない保湿クリームということでした。グローブが重くなることもなく柔らかくなることもないオイルということで紹介させていただきました。全体グローブ全体塗るとこんな形にしっとりと全体的にして保湿がされました。保湿効果は抜群です。ということで今日の動画は以上となります。チャンネル登録、いいね、ぜひよろしくお願いします。それでは失礼します。